ゼムガレの紋章ラトビアの歴史的な地方区分、ゼムガレはラトビアの歴史的な地域区分の一つ。ラテン語名のセミガリアやドイツ語名のゼムガレンとしても知られる。現在のラトビア共和国の南部にあたり、セロニア、ジェマイティア、クールラント、リボニアと境を接する。リトアニアの一部を含む場合もある。地勢は平らで、主要河川はダウガバ川、最大都市はかつて、 クールラント広告の首都が置かれたイエルガバである。このほかアウツェバルドネドベレエングレイエツァバ、ヤウンピルスオゾルニエキルナーレテエルベテトゥクムス、ベツムニエキの各基礎自治体が含まれる。地域名はバルト人のゼムガレ人から取られた。13世紀からセロニアもゼムガレに含まれるようになり、現在もゼムガレ選挙区の東部をなす。同じバルト人のセロニア人にちなむ、この地域は、 リトアニアの北東部でもある。1795年から1918年まで、ロシア帝国のクールラント県に属し、第一次世界大戦後にラトビア領となった。ありがとうございます。